ジャニーズ投稿コント VTR スタンバイ。出た BL。モノマネってずっと勉強してるよな。うん、今勉強しておかないと大人になって困るからね。真面目。勉強以外もやれよ。勉強以外って何をするの？いやいや、恋愛とか。うちは恋愛禁止だよ。お前、校内は当たり前だよ。ここ男子校だぞ。お前、手なんだよ。そうだよね、そうだった。この学校は桜学園3年 A 組。勉強のことだけ考えている僕だけど、そうもいかない。なぜなら、みんないたずらに僕の心を刺激する。特に彼は。うわぁ、ビリでもなった。あぶねぇ。桃山、お前勉強好きだな。うん、好き。あれ、お前髪の毛切った？え、切ったよ。髪切って可愛くなったな。髪切って可愛くなったな。そうかな。桃山、俺前から思ってたんだけど、メガネ外せよ。え、やっぱり可愛い顔してんじゃん。やっぱ可愛い顔してんじゃん。なあ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 、今スマホで今日の占い見てたらさ。何占いでテンション上がってんの？今日運命の人が現れるって。現れるわけねえだろ。条件とか書いてないの？運命の人の条件、3月生まれの血液型 A 型。残念、俺3月生まれの O 型。俺6月生まれの O 型。残念だ。お前は3月生まれの A 型。えいた、ここにいた。ここにいた。なんつってほんまに今日現れんのかな。あれ、お前授業前に何飲んでんだよ。いや俺さ、あの体冷えちゃうんだよね。あのだから、あの体が温まる生姜湯。生姜湯なんて渋くない？あれ、ちょっとお前顔白くない？ちょ、これ飲んだ方がいいんじゃないの？ほら、あげるよ。いいの？うん、飲めないな。本当に？うんうん、いただきます。うん。はい、関節キス。はい、関節キス。ちょっともうみんな席ついて、早くつけ、席につけ。今日は教科書164ページ開いて始めるぞ。先生、教科書忘れたんで桃山に見せてもらってもいいですか？しょうがねえな。桃山、見せてやれ。はい。終わり。うん。早く見せろよ。早く見せろよ。ごめん。うわ、お前の顔ちっか。お前の顔ちっか。そうかな。はい、何するの？ちょっとやめてよ。いたずら書きがないかチェックです。やめてよ、ちょっと。あ、なんだこれ。ちょっとやめてやめて。
ください。謝ることないよ。謝るなら俺かな。どうして？え？俺も。何ニヤニヤしてんだ桃山。え、授業中だぞ。教科書開け。あれ、すいません。どうした？いや別に。すいません、教科書忘れたんで桃山に見せてもらっていいですか？え、しょうがないな。桃山見せてやれ。夢じゃないからな。この学園はドキドキが止まらない。すごいな BL 学園。すごいね、振り切ってますね。ジャニーがこれやるってすごいですね。いやまずみんなの目線が本当マジに見えてきちゃって、うん、すごいみんな魅力的に見えてきちゃったんですよ。いや違う、そういうことじゃないです。違う。カトリさんはないんですか？いやないっていうか、まあ別にそういうのは全然あの悪いことじゃないと思うの。いや今ガチで照れたでし